これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1ホークアイ自陣23ヤードからセカンドダウン8。第4クォーターと入ります。白のユニフォームクラブホークアイセカンドダウン。クォーターバック3番キーププレー、約6ヤードのゲイン。リアルを使っているチームをつきまして約6ヤードのゲイン。クラブコークアイサードダウン、ファーストダウンで残り2ヤード。プレーナンバー4の2コークアイ自陣29ヤードからサードダウン2。ホークアイヒッチパス、ワイドレシーバー27番のヒッチアンドヒッチパスでキャッチアンドランを図りましたが、これをカバーされゲインは1ヤード、フォースダウンに変わります。ラストダウン。プレーナンバー4の3クラブホークアイフォースダウン残り1ヤード、ギャンブルを選、失礼しました、パントフォーメーション選択です。パンター3番大阪ガスリターン9番このリターンは大阪ガス陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。パートボールの大阪ガスタンクリターン9番篠崎選手がタッチ、約5ヤードのリターン。大阪ガスタンク自陣41ヤード付近にパワースタン。プレーナンバー4の4大阪ガスファーストダウンテン、ボールオン自陣41ヤード。なにわ君13番ハンドルから右オフタクロを駆け上がり大きくゲイン、ファーストダウン。内吉の選手の右オープンプレーでファーストダウンを獲得、10ヤードのゲイン。プレーナンバー4の5大阪ガス相手陣48ヤードからファーストダウン点。18番プレーアクションから流れつつパス、しかしこのパス通ること通らずパス不成功。18番岡選手パスを通しましたが惜しくもインコンプリート。ダウンは進みセカンドダウン。プレーナンバー4の6大阪ガス相手陣48ヤードからセカンドダウン点。中央へのランプレー、キャリア23番セカンドフォートで突破を図り、突破を図りましたがゲインは1ヤード。大阪ガスカンクスサードダウン、ファーストダウンで残り8ヤード。プレーナンバー4の7大阪ガス相手陣46ヤードからサードダウン8。
ークジャスマン、プレッシャーを見ながらワイドレシーバー1番にパスを通しました。しかしフォースダウンとなります。ワイドレシーバー1番コー選手へのパスが成功。ただいまのプレー3ヤードのゲイン。大阪ガスカンスワーストダウン。ここでホイッスル。大阪ガス、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで大阪ガスカンス後半1回目のチームタイムアウトを要求。アメリカンフットボールでは前半後半各チームが3回ずつチームタイムアウトを要求することができます。大阪ガスカンス後半1回目のタイムアウト。大阪ガス後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-8 大阪ガス相手陣43ヤードからフォースダウン5。パンプフォーメーションを選択します。パンター3番パントは方向愛人10ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。ラストダウンパント攻撃でゴール権ホール。パントボールを大阪ガスカンスの選手が抑えましたので攻守が入れ替わります。クラブ方向愛自陣10ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー 4-9崩壊自陣10ヤードからファーストダウン点。クォーター枠3番ハンドオフフェイクから自らキープ。しかしゲインは1ヤード。クラブホークアイクォーターバック3番長谷選手右奥へ展開しましたがスリップダウン1ヤードのゲイン。クラブホークアイセカンドダウンファーストダウンまで残り9ヤード。プレーナンバー 4-10 ホークアイ自陣10ヤードからセカンドダウン内。左オフタックルをつき約2ヤードゲイン。3ヤードゲインです。失礼しました。ファーストダウンまで残り6ヤード。プレーナンバー 4-11 ホークアイ自陣14ヤードからサーダウン6。ここでホイッスル。チームタイムアウト。後半1回目です。崩壊後半1回目のタイムアウトを取りました。
ホークアイ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-11、ホークアイ自陣14ヤードからサードダウン6。これを大阪ガス54番がキュービーサーク、54番ディフェンスライン小川選手がキュービーサーク、これがプレーになりまして、レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、4クォーターのウォータータイムアウトいます。ここでウォーターブレイクです。ここでレフリータイムアウト、給水によるタイムアウトです。クラブホークアイラストダウン、プレーナンバー4-12、ホークアイ自陣6ヤードからフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンター3番レフリータイムアウトができまして、クラブホークアイラストダウン、自陣35ヤード付近での投手交代となります。パントボールがサイドラインを越えた地点、大阪ガスカンクス定員34ヤード付近よりファーストダウン、プレーナンバー4-13、大阪ガス相手陣34ヤードからファーストダウン10。ワイドレシーバー9番ジェットモーションで右オープンのスイープ、ランニングバック9番篠崎選手の約8ヤードのゲイン、大阪スカンクスセカンドダウン、新たなファーストダウンで残り2ヤード、プレーナンバー4-14、大阪ガスセカンドダウン2、ボールオンは相手陣26ヤード、クォーターバック10番ハンドオフフェイクで使用突破、わずかにファーストダウンには至っておりません。サードダウンに変わります。大阪ガスカンクスコーターバック10番大黒選手の中央プレー、1ヤードのゲイン、大阪ガスカンクスサードダウン、ファーストプレーナンバー4-15、大阪ガス相手陣25ヤードからサードダウン残り1ヤード、ナニワク14番ハンドオフによる地上突破を図りようとしましたが、これはホークアイ33番がチャージによりノーゲイン、わずかに至っていないものです。大阪ガスカンクスクォーター、ラニングバック14番小林選手のランプレーですが、小
ここでファールマーカー、何か反則が発生した模様。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド。スナップ地点から5ヤードのペナルティ、ペナルティの結果大阪ガスのファースト。お聞きいただきました、ディフェンスに反則がありました。反則は渋谷クラブホークラインにオフサイドの反則、オフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入したという反則です。5ヤードバッターに従って大阪ガス自動的にファーストダウンです。大阪ガスファーストダウン。敵陣20ヤード付近へパスタ、プレーナンバー4の16大阪スーファーストダウンテン。ワイドレシーバー9番ジェットモーションスイープで左オープンを狙いましたが、これはカバーされており1ヤードロス。これはかえって1ヤードのロス。カットいたしましたのはクラブトークアイ33番ラインバッカー吉澤選手。大阪ガスキャンプスセカンドダウン、ファーストダウンまで残り11ヤード。プレーナンバー4の17大阪ガスセカンドダウン11、ボールオン相手陣21ヤード。パス成功、パス成功、パス。18番右にロールアウトしてワイドレシーバー5番にパスを落とし、ファーストダウン。ファーストダウン。大阪ガスキャンプスクォーターバック18番岡選手よりワイドレシーバー5番谷選手へのパスが成功。10ヤードのゲイン、12ヤードのゲインです。プレーナンバー4の18大阪ガスファーストダウン、2ゴール残り8ヤード。タッチダウンまで残り8ヤード。プレーはランニングアップ9番の上のオープンプレー、ボールをファンブル、下がって攻守交代、ターンオーバー。大阪ガスキャンプス敵陣ゴール前まで迫りましたが、ただいまのプレーでボールをファンブル、ボールを落としましたが、このボールを抑えたのはクラブホークアイ。攻撃権が変わります。ボールを抑えましたのはクラブホークアイ13番ディフェンスバック平井選手です。攻守が入れ替わり、クラブホークアイ。プレーナンバー4の19ホークアイ自陣9ヤードからファーストダウンテン。3番キーププレーで左奥をつきましたが、これはカバーされ、ゲインは1ヤード。左奥へ展開、約1ヤードのゲイン。ホークアイ77番のヘルメットオフです。プレーナンバー4の20ホークアイセカンドダウン9、ボールオン自陣10ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。キャリア41番、クラブホークアイランニングバック41番佐藤選手の中央プレー、約1ヤードのゲイン。クラブホークアイサードダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。
プレーナンバー4-21、ホークアイ自陣12ヤードからサーダウンセブン。試合時間まもなく1分20秒を切ります。クラブホークアイ何のクォーターバック3番キーププレー、クラブホークアイファーストダウン、攻撃権更新です。自陣20ヤードよりファーストダウン、ただいまプレー、クラブホークアイクォーターバック3番長尾選手の右オープンプレーでファーストダウンを獲得しています。自陣20ヤードよりファーストダウン、プレーナンバー4-22、ホークアイ自陣20ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア41番、ゲインは約2ヤード、約2ヤードから1ヤードのゲイン、クラブホークアイセカンドダウン。プレーナンバー4-23、ホークアイ自陣22ヤードからセカンドダウン8。試合時間まもなく残り10秒を切ります。ここでホイッスル、タイムアウト。ここでオーサイドスタンス、後半2回目のチームタイムアウトの要求です。ここで大阪ガス後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り2秒です。チームタイムアウト、チームタイムアウト、大阪ガス後半2回目、残り4秒に戻してください。時計の訂正が入ります。残り時間4秒です。今回セカンドダウン8、試合時間残り4秒。ここで試合時間がなくなりました。となりまして、大阪ガススタンクス13点、クラブホークアイ14点、クラブホークアイの勝利となりました。本日の第2試合、大阪ガススタンクスクラブホークアイの試合は13対14でクラブホークアイが勝利としております。